カエデどころダイアスクーリアクインクウェリバタ3部は山の芋科の植物の一つで葉の基部の側面が横に伸びて複数の突出部を持ち全体としてカエデの葉のような形になる。大花が黄色い。鶴生の多年生草本で冬には地上部が枯れる。地下には肥大した根茎があり横長になってる。葉には長い柄があり、柄の基部には両側に一つずつ尖った突起がある。 洋芯の長さは10センチメートル程度、側面に切れ込みが入って、全体としては5から9の列片があり、基部は心形となっている。葉の先端の部分は突き出して尖るが、側面の列片の先端は尖らない。葉の表面は滑らかかざらつき、裏面では葉脈の上に毛が生えているのが普通である。夏季は夏、私有一種で葉の基部からそれぞれ、お花な芽花ばを伸ばす。 長さ5から15センチメートルでいずれも、水上で尾花にはあるが、尾花女は時に分子をする。花は黄色、花皮片は6枚で、水平に開く。尾花では、おしべが6個ある。目花は、脂肪階で、脂肪は3室。果ては、長さ15ミリメートルほど、3枚の翼がある。種子には周囲を囲む翼がある。和名は、葉の前景が、 多少ともカエデに似ていることによる。ところについては、大橋ほか編は、鬼所の別名としている。日本では、本州中部異西から、琉球列島まで、また国外では、朝鮮半島と中国に分布がある。ただし初島には本州に関する記述がない。山野に生える。本州の属する、山の芋属は世界に630種ほどあり、日本には15種ほどがある。多くは、 細長い縁の滑らかな葉をつけるものだが、本種のように側面に切れ込みがあって、複数の裂片となるものは日本では、本種の他に以下の2種がある。なお、本種の葉の形は変化しやすく、側面の裂片がはっきりしないこともよくあり、また、蒸気の種以外でも規部が左右に張る例もあり、現実的には判断がややこしいことが珍しくない。そんな中、本種の花は、 黄色みが強く、他の種は黄緑色のものが多い中、ある程度判別の助けになる。もっともいずれの出店でも、過食を判別に用いる話が書かれていないので、当てにしてはならないのだと思われる。環境省のレッドデータブックには取り上げられておらず、各都道府県でも指定がないところが多いが、千葉県と岐阜県で、絶滅危惧愛類、鹿児島県でも指定がある。岐阜県の場合、 もともと生育地がごく少なく、それらの地域の環境悪化が懸念され、またその見かけが雑草っぽいことから安易に刈り取られたりすることが危ぶまれるという。なお、その記事の冒頭に、岐阜県ではとあるのは、他地域では普通種である、との判断を示すものであろう。本種は、食用で有名な山の芋と同族ではあるが、本族には有毒成分を有するものも多く、 本種もそうである。本種の芋を山の芋と間違って食べ、嘔吐や下痢の症状を呈する事例が知られている。有毒成分としては、ジオスシンが知られ、これは溶血作用があり、多量に摂取すると嘔吐などを引き起こすとされる。他方で本種を含む、この属の有毒種もかつては、休行植物として用いられ、また悪抜きしたものを、お正月等に食べるという風習もあったという。 以下、主として、牧野原著、P218 大橋ほか編、P150 大橋ほか編、P150 大橋ほか編、P148 薪野原著、P218 牧野原著、P218、海えでどころ。日本のレッドデータ検索システム。野生生物調査協会、インビジアン環境保全事務所。2020年10月4日閲覧。 岐阜県2020年10月4日閲覧い,いいかも、くのた。ありがとうございます。